ヌー,ヌーペディア、ヌーペディア、ヌペジアは、ウィキペディアの前身となったウェブ上のインターネット、百科事典プロジェクト、無料の閲覧、ボランティアの専門家による執筆と査読、フリーコンテントライセンスによる記事の公開という特徴を持っていた。2000年3月に、ジミー・ウェールズが創設し、ボミスが出資、ラリー・サンガーが編集士官を務める体制で始まり、 2003年9月に休止した。ヌーペディアという名称は、百科事典を意味するエンサイクロペディア、インスイクロープデアとリチャード・ストールマンにより始められたフリーソフトウェアプロジェクトのグヌー、GNU という2つの単語に由来する。2008年に C n e t UK によるドットコムバブルの中で生まれては消えていったサイトの中から選ばれた。 意外な今は亡きサイトの一つに、ヌーペディアも選ばれている。1990年後半、自身の会社であるボミスで働いていたジミー・ウェールズは、インターネットにアクセスすれば、誰でも読むことができる、百科事典の構想を抱いていた。ウェールズは、幼少の頃に、親から買い与えられたを夢中になって読みふけり、百科事典に親しんでいた。一方、後の大学院在籍中に、 リチャード・ストールマンの GNU の思想を知り、その考え方に強く共感するようになる。1996年に創業されたボミスは、2000年を迎える前には、ある程度創業が安定するようになり、新しいプロジェクトを始める余裕を持ち始めた。1999年の秋頃から、ウェールズはボランティアで作るインターネット上の百科事典について考え出した。 あとにヌーペリアの編集士官となるラリー・サンガーは大学の博士課程に在籍していた。その一方で当時高まっていた2000年問題への関心や不安に応えるために2000年問題に関するニュースを整理して報告するサイトを運営していた。しかし2000年になっても不安視されていたような大きな問題は起こらなかったためサンガーはすべきことを失い新たに取り組むことを模索し出す。 2000年明けのすぐにサンガーは登録していたメーリングリストのグループに新たに立ち上げるブログのプロジェクトに参加を呼びかけるメールを送った。サンガーは哲学を専攻しており、ウェールズも客観主義と呼ばれる哲学に興味を持ち造形が深かった。ウェールズもサンガーが送ったメールのグループに含まれていた。メールを受け取ったウェールズはサンガーに自身が持っていたインターネット百科事典のアイデアを 説明し、そのリーダーになってくれないかと逆に提案する。ジミーから返信があった時はびっくりした。彼は、プロジェクトを率いる哲学者を探していたようだと、サンガーは回想している。ウェールズの提案を承諾したサンガーは、2000年2月にサンディエゴへ移住し、ボミスで働き出した。仕事を開始したサンガーは、ウェールズと協議しながら、 新しいインターネット百科事典の運営方針や執筆者の確保に勤務。翌月の3月9日、ヌーペディアのサイトが公式に立ち上げられる。翌日の10日には、PC ワールドのサイト上でヌーペディア立ち上げが宣伝されて執筆者の募集もなされた。2000年3月11日、ウェールズは初期のヌーペディアのメイリングリストに自分の思いを説明する。 次のようなメッセージを送っている。ウェールズもサンガーも GNU のような自由な配布、改変を許すライセンスでヌーペディアの記事を公開するつもりではいたが、記事の編集については既存の百科事典同様に専門家による管理と査読が行われる厳格なプロセスを踏んで行うつもりでいた。2000年3月のサンガーの報告によると参加者の25から40%、 または35から56%が博士号を持ちで、その他も何らかの専門家であったという。公開までの過程には、後述のように7つの段階が定められ、これを終えた記事のみが公開された。この厳格で手間をかけた、編集過程のため、一つの記事を公開されるのに、数週間を要する結果となった。そして、2000年9月、ヌーペリアとしての記事が、初めて完成。 公開される。記事は、音楽の、トーナラティ、無調、ヨハネス・グーテンベルク大学の音楽学者、クリストフ・フストが作成したものであった。編集方針ガイドラインも整備され、2000年11月までに、ヌーペディア編集方針ガイドライン3.31版まで、作成された。サイトは立ち上げられ、最初の記事は完成したが、ヌーペディアの厳しい参加資格の条件と厳格で、 複雑な編集プロセスにより、執筆者の数も、記事の数も伸び悩むことになる。ウェールズ自身も、ロバート・マートンと、オプション価格決定理論の記事を書き、投稿しようとした。しかし書き始めると、自分の書いた記事が2名の金融経済学者から、査読を受けることを言い出し、憂鬱な気分になった。学会を何年も離れていたので、それは怖かった。宿題のように感じた。 と振り返っている。この出来事によって、ウェールズもヌーペディアで記事を書くことが少ないことを理解する。結局、最初の年で完成した記事は12個のみであった。2000年の終わりには、このような状態を打開するために、ウェールズとサンガーは解決策を話し合い、模索するようになる。その後、この状況を解決する一つの策として、ウィキを導入したプロジェクト すなわちウィキペディアが開始される。ただしウィキ導入の着想の経緯については、現在では、サンガーとエールズとで認識が異なっている。サンガーによると、コンピュータープログラマで給油のベンコビッツといった会話に、橋を発すると述べている。2001年1月初め、ヌーペディアの生産性が悪いことに関して、フラストレーションが増加していく中、1月2日、サンガーは、 カリフォルニア州サンディエゴのメキシコ料理店で友人のベンコビッと夕食をとっていた。ヌーペディアの問題をサンガーから聞かされたコビッツは、ウォードカニンガムによって発明されたウィキの仕組みについて説明した。それを聞いたサンガーは、ウィキがよりオープンでシンプルな編集手順を持つ、百科事典を作るプロジェクトにふさわしいものと考えるに至った。サンガーは、ウェールズにウィキを ヌーペリアに利用する案を持ちかけ、ウェールズからの交換職を得たサンガーは、具体的なウィキの適用に動き出す。初期のボミスのプレスリリースでも、ウィキ導入のアイデアは、サンガーの提案とされていた。ウェールズも、後の2001年10月30日の、ウィキペディアメールイリングリストメッセージにおいて、ウィキを使用するアイデアはサンガーが持っていたと述べている。しかしその後、ウィキのアイデアは、 ヌーペディアを運営するボミスの社員であったジェレミー・ローゼンフェルドから聞いたとウールズは述べており、現在ではそれぞれの認識が異なっている。いずれの経緯にしろ、ウィキを導入した百科事典プロジェクトがボミス内で動き出した。2001年1月10日、サンガーはヌーペディアのメイリングリストにウィキ導入を説明するレッド・エスメイク・ A ウィキ ウィキを作ろうと題したメッセージを送信した。悪くない反響を得たサンガーは nupedia.com のサブディレクトリとしてすぐにウィキページを作成する。しかし、ヌーペディアの専門家の投稿者たちはウィキのシステムに抵抗を見せ、結局別の独自アドレスとして2001年1月15日に wikipedia.com が立ち上げられた。Nupedia とは 対照的に開始されたウィキペディアは急激な成長を始める。ウィキペディアは2月の終わりまでに150項目を達成し、2001年の終わりには記事数は約1万5000項目にも上り、参加者は約350人に達した。その後もウィキペディアは成長を遂げていくが、ヌーペディアは自然休眠状態に陥る。 2001年以降に作られたヌーペディアの記事は2つのみであった。ウィキペディアの急成長は、ウェールズとサンガーを驚かせ、ウィキペディアがしっかり機能していくことを2人は理解すると、全面的にウィキペディアの運営に力を入れていくことになる。サンガーによれば、閉鎖するまでの2002年、または2003年頃、ヌーペディアを十分に支援できなくなってきたボミスの代わりに、 大学などの組織に買い取ってもらい運営してもらうことや、サンガー自身が買い取ることをウェールズに提案したが、結局実現しなかった。また、ウィキペディアの完成、承認された記事をヌーペディアに収めていく案も議論された。これについてはウェールズも積極的だったが、結局実現しなかった。2003年9月にヌーペディアのサーバーがクラッシュする。 オフライン状態になったヌーペディアはそのまま復旧されることなくその歴史を閉じた。ヌーペディアの記事の総数はサンガーによれば2001年初頭までに査読プロセスを通過して完成した記事はおよそ25項目ほどで下書き中の記事が150項目以上という状態であった。少ないながらも存在していた記事はウィキペディアの方へ吸収された。その後の歴史については 更新となったウィキペディアの歴史などを参照のこと。ヌーペディアがうまく機能できなかったことの反省点として、サンガーは複雑なシステムでも指示さえ明確にしていれば我慢強く利用してくれると思い込んでいたことを挙げている。ウェールズは2007年のインタビューでヌーペディアが失敗した理由を尋ねられて、なぜ失敗したかというと参加するのが難しかった。 そして面白くなかったのが理由だと思いますと振り返っている。ヌーペディアの記事の利用許諾ライセンスは GNU のライセンスを元にしたヌーペディアオープンコンテントライセンスヌーペディアオープンコンテントライセンスが作られ採用されていた。このライセンスではウィキペディアのように記事作成者ではなくサイトに出資するボミスが著作権者となっていた。ただし途中から GNU フリードキュメンテーションライセンス GNU フリードキュメンテーションライセンスに移行している。サイトのソフトウェアは Newpcode という共同作業用のソフトウェア動いていた。閲覧は無料で広告を掲載することで収益を確保する予定だった。記事の執筆や作読はボランティアによって行われた。ラリー・サンガーが編集士官の役職を務め、 彼の身がボミスに雇われる形で有給でヌーペディアの編集に携わっていた。博士法取得者、大学の教授、その他実績のある専門家を対象に参加者を募っていた。記事が公開されるまでに厳格な7段階の工程を経る必要がある。記事の作成から公開までのプロセスは次のようになっている。執筆の方針やガイドラインを備えており、 ウィキペディアの中核方針の一つである中立的な観点の原型もこの中にすでに存在していた。記事の難度は予備知識のない大学生が読んで理解できる程度のレベルを目標としていた。完成した記事の一覧を投稿順で以下に示す。ヌーペディアが閉鎖する直前の2003年8月8日付のインターネットアーカイブより、特に 文献内の複数箇所にわたって参照したものを示す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。